10月1日日曜日、またまた飛地京都さんに行ってきました。10月1日からワンピースマガジンとのコラボのほぼ日が発売されるということで、去年もねお店の雰囲気がガラッと変わって素敵だったので、今年も違うんだろうなとワクワクしながら見に行きました。とっても素敵な店内ですよね。日曜日ということもあって、大人だけじゃなくお子さんも来ていて、楽しそうにお話ししながらお買い物されてるのもほのぼのしちゃいました。こちらの本の表紙の柄の出方が一つ一つ違うの分かりますか？お店だと選べるのがいいですよね。こちらは牛革のカバー、左は去年から発売されたゴーイングメリーログブック、右側が今年から発売のサウザンズサニーログブック。ワンポイントのサニー号の顔の金色のボタンがとっても可愛いですよね。本体やカバーの他にも手帳と一緒に使える下敷きやハンコ、付箋にシール、スクエア一筆箋などなど、コラボ商品もたくさん置いてありましたよ。ちょっと見ていきますね。下の段にあるこの辺りのハンコは去年も販売されたものですね。スクエア一筆箋は青いのと赤いの、ボリューム1とボリューム2があるんですけど、今私が手に取ってるのはボリューム1ですね。右側の赤い方がボリューム2になりますので、購入される際は間違わないように気をつけてください。このドンと店内に描かれてるルフィがかっこいいんですよね。うっとりしながら眺めてました。ちょっと一緒に見ていきましょう。このセリフもいいんですよね。好きなセリフありますか？かっこいい。入り口のところにはフォトスポットもありましたよ。飛び地京都さん、ありがとうございました。はい、ということで飛び地京都さんでのお店の雰囲気伝わりましたでしょうか？どんな感じなのか気になられていた方に少しでもお伝えできていたら嬉しいです。そしてこの目の前にあるのが10月1日に購入してきたものになります。ではまずこちらのカバーから紹介していきますね。こちらはカズンサイズの麦わらのルフィパープルというカバーになります。じゃあ開けていきますね。はい、中がこんな感じですね。ここがまたかっこいい。これは取っておきますね。はい、でしおり紐がこういった感じですね。はい、ビブルカードがあって、これも取っておきますね。表がこういった感じ、いいですよね。この子供の時のルフィと成長したルフィ、この笑顔が本当に素敵で、一目見た時から、あ、これは絶対お迎えしたいって思っちゃいました。でこの背表紙、背表紙もいいですよね。あとここですね、ここにうるせえ行こうって力強い言葉が書いてあります。じゃあこちらセットしていきますね。私2024年版はこちらのアベックにしたので、アベックっていうのがカズンサイズを半年ごとに分冊したものになります。こちらだと1月から6月まで、こちらだと7月から12月まで書けるようになっております。じゃあこの1月の方セットしていきますね。こんな感じになりました。やっぱりカズン用なので、ちょっとねここにまだ余裕がありますね。私はこのカズンサイズのアベックを購入した理由が、カズンサイズのリフィルを使ってたんですけれども、それを写真とかあといろんなものを貼るように使ってたんですよね。そうするとだんだんボリュームが出てきて、ここが膨らんでくるので、それでアベックにしようと思って今回こちらを選んだので、もうこのままちょっと余裕がありますけれども、2冊入れるのではなくてこれで使っていきたいと思います。で先にセットすればよかったんですけど、はい、こちらですね、カバーオンカバーカズンサイズっていうのもカバーありますので、これもねセットした状態にしておきます。はい、セットできました。こんな感じですね。はい、カバーがついてるので、これでねちょっと汚れも気にせずに使っていけるかなと思います。ちなみに今年はね、この
メリーゴのログブック使ってたんですけど、さっき言ってた膨らんできたっていうのはこういう感じですね。これ1月しか実は貼ってないんですけど、それでも結構厚みが出たので、こんな感じでね、ちょっと写真とかいろいろ貼ってたらだいぶね厚みが出てきて、このままだとちょっとパンパンになるなと思って、一回これをストップさせてるっていう状態になってます。で、すっごい重たいんですよ。はい、それもあって今回はこっちにしました。で、後半はもしかしたらこっちに切り替えるかもしれないです。次、下敷き見ていきますね。はい、開けてみました。オリジナルのサイズから見ていきますね。はい、オリジナルのサイズはパンクハザードの出航シーンでこういった感じですね。で、裏がこういう感じになってます。次、ウィークスがこちらですね。こちらはスリラーバーグの出航シーン、裏がこういう感じになってます。最後、カズンサイズ、こちらですね。こちらは魚人島ですね、の出航シーンですね。はい、こういう感じになってますね。はい、次、本体の方見ていきますね。開けてみます。はい、ビブルカードが入っていたのと、これが2024年版の本体ですね。このあたりはね、一緒だと思うんですけど、今回から麦わらの、はい、ありましたね。こちらの方に麦わらの一味の10人の誕生日の日付の横にはイラストが描かれるようになりました。今年のものは、これちょっと見せると私書いてないのバレバレなんですけど、はい、あの日付の横にイラストはなかったんですよね。こういう感じになっておりました。ちなみに今年のこのデザインのもの、私初めの1月2月をこういった感じで、あの万年筆インクの調色をしていて色を作っていたんですよね。で、この下の言葉の書写を作った色でずっと続けてたんですけど、2月の20日で終わってますね。はい、でもこれ、あの朝食と書写なのでいつでも再開することができるので、まあこれはこれで落ち着いて時間ができた時に続きを作っていこうかなっていうふうに思ってます。こんな感じでね、記録してました。で、また別に朝食レシピノートっていうのがあって、こちらなんですけれども、これに作った色が実はレシピと一緒に書いてあったりします。はい、これはね、でもまたね続けたいなと思ってるので、はい、ぼちぼち完成していけたらいいなっていう一冊になっております。で、話は戻りまして、続きですね。あと来年がうるう年なので、ここですね、2月29日があるというのと、2月29日はパンダマンのねお誕生日でもあるので、これ2024年度版のほぼ日手帳にしかない、なかなかねレアなページになるんじゃないかなと思って、はい、これは絶対お迎えしたいなと思ってました。あと後ろのページはここですね、麦わらの一味の年表が書かれていて、ちょっと今年のと比べますね。今年のはワンピース年表になってたんですけど、こっち麦わらの一味年表になってますね。で、次のページは日常で使いたいワンピースの言葉で、今年のもそういう風になってますね。で、次のページがワンピースと笑いにあふれた毎日ってなってまして、今年のはこういうね吹き出し&フレームになってます。で、麦わらの一味と叶える2024年の野望があって、こっちはね一問一答のページになってましたね。で、ウォンテッドのページは一緒で、タイムテーブルがあって、ここからはね結構ずっと一緒です。こういう感じですね。で、もしもの準備っていうここですね、項目があって、ギフツのページとアドレスのページ、で、最後のここのページですね。はい、こんな感じになってました。ちなみにオリジナルサイズのカバーはもうちょっと私この
赤い表紙がすごく気に入ってるので、このまま差し替えて使っていこうかなと思ってます。最後はこちらですね、サウザンとサニー号ログブックのこちらのカバーになります。こちら購入すると、こちらのね、サウザンとサニー号の帆のイメージのコットン巾着がいただけますので、これもついてきましたね。じゃあこちら中見ていきたいと思います。いやー、いいですよね、このヌメ革の手帳、ときめいちゃいます。だんだん使っていくと、こう飴色というか、日焼けしてね、どんどん色が濃くなって茶色みが増していくっていうのを見ていく、その過程っていうのもワクワクしますよね。で、なんかこういう感じですね、赤と黒のしおり紐があって、はい、こちら取ると、うわー、かっこいいですね。これ中まで続いてるんですよ。こういった感じの海図が広がってますね。ここはないか、こっちは、うん、ありますね。あー、かっこいいです。で、ビブルカードを抜くと、ここもすごいんですよね。この図押しでキャラクターがデザインされてるっていうのってあんまり見なくないですか？マークとかロゴとかは結構見るんですけど、キャラクターですよ。こんなに綺麗に押せるんだと思って、ここすごい感動しました。これも取っときますね。はい、こういう感じで、ここもいいんですよ、この白押し。ここに刻まれてるのが、サニー号の名前を付けた時のアイスバーグによる言葉、過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていくっていうのがね、刻まれてるんですよ。なんかいいですよね。で、こちらのね、ペンホルダーの方は、これ本体が刺せるんじゃなくて、ここのクリップのところですね、クリップをこういう風に刺せるようになってます。ちょっと一回本体入れてみますね。はい、こういう感じになるので、ここに万年筆とか、あと好きなペンを刺して、こんな感じで閉じれるようになってます。はい、いいですね。こちらのカバーは、私今こっちのね、メリー号のログブックを使ってて、この中は毎日の日記をささっと書くように使ってます。なのでね、ちょっと本当にお見せできないぐらいすごい汚い字で書いてあるんですけど、走り書きのものを違うほぼ日に書き写したりしてます。そっちにはね、私が気分でちょっとデコしたいなっていう時にデコしたページが作られてたりするので、まあそこにこう書いていくみたいな、清書していくみたいな感じで使ってたりします。今度今使ってるほぼ日、どういう風に使ってるか紹介していきますね。で、これの代わりにこっちを使ってみようかなっていう風に思ってます。1年でどれぐらい色変わるんだろうっていうのを楽しみに、2024年の1月から使っていこうと思います。それまではメリー号にお世話になります。はい、いかがでしたでしょうか。2024年度版のワンピースマガジンとのコラボのほぼ日手帳、今回もすごく素敵なデザインでしたね。使っていくのが今から待ち遠しいです。前に挙げたほぼ日手帳2024年度版の違うデザインと一緒に、またね、どういう感じで使っていくかっていうのはまとめて紹介しようと思っております。実はね、まだ11月1日発売のオリジナルサイズの英語版っていうのが出るんですけれども、それをね、お迎えして2024年度版のほぼ日手帳を全部私が使っていこうと思っているのが揃うので、それからまとめて紹介していきますね。ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またこれからもね、ほぼ日手帳のことをいろいろ上げていこうかなと思いますので、よければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。